さあ大坂さんといえばビオラ対策ものすげえ仕上げてる人なんですが、相手はまあ全員1ビオラと言ってもいいですよね。高い幕、いきなり衝撃拳から打ってきた。油断が入ってくず追撃しっかり。さあ壁際投げをしゃがんでいる。さあこれは落ちるかな、落ちた。一発美味しいところ持ってって間に合わなさそうだった方が一本選手。さあしっかり回避しながらの攻撃を見せていったんですが、それはヒッチガードしている。さあオカルト回避しながら近寄ろうとしている大坂さんですが、おっとこれは回避、おっとしゃがせてから痛いの。さあ間合いを取って投げ、しゃがんでいる。おっと引っ掛けたのは大坂さん。立ち途中へ脱ぎが機能している。さあこれは落ちるよということで、壊して落としてリーチをかけた大坂さん、しっかり球をインパして浮かして、さあ痛いのが入るぞ。あーっとミスが出る。ちょっと高さが足りなかった。しかし投げでフォローして、さあ球を置きながら、これは食らってしまった。まだ KO にはならないが、画面端一番きついところしっかりガードしている。 2K3 発で削り殺し。さあ追いついた、間に合わなさそうだった人、横切り痛いの引っ掛ける。価格にはならず、あっとこれはきっちり間に合ってコンボ入るぞ。爆弾3発KO。 どんだけ減るんだ。美しいコンボ入りましたね。これはリプレイ見ましょう。あ、でも終わっちゃった。